どんどん。それはまあ、もちろん変なものを入れるといかんものもありますけど、土は良くなっていきます、肥料を入れていけば。微生物も有機なら微生物の餌になりますから。で、どうしても痩せてると微生物の餌がなくて活動もできないわけですよね。微生物の数が多くなってくればそれだけ地温が上がってくるわけで、土ができてくるんで、それをとても維持していくのが大事なわけで、でそれで野菜を取る量をが多いか少ないかで肥料も変わってくるわけなんですよね。野菜たくさん取る火砕類なんで、そうでもう1本の木でね、木よりも100本とかなるわけですから、その後どうしても土は痩せてってしまうので、どうしても、堆肥とか肥料を入れていかないといけない。だけどキャベツを1つ作るだったら知れてますから、まあ、人間と一緒で、植物も栄養を自分で作ることもできますから、取る量によっては、全然使わなくてもいいというところが、難しいところですね、肥料の。で、まあ、冬、実は冬に、一番聞かれるんですね。春はいつ入れたらいいんだっていうところがどうしても言われるんですけど、